階段ライブをやられてましたよねそうそうやってたんですよね、うん、結構若手時代からねその時の話を僕よく覚えてましてこれなんか大の字の大谷さんもなんかちょっと来てその話したって噂は聞きましたけどああの当時渋谷にあったシアター D <う>というお笑いライブハウスのところで、うん、オールナイトでやった階段ライブの話でしたっそうですけす。僕明確に覚えててライブってねよく深夜ライブとかも当時あったんですよ、ねはい、で えー、僕らもやってたライブがあったそれは中野だったんですけどうん、うん、中野のちっちゃいとこですよでお客さんはもう40人ぐらいでいっぱいになるようなところででそこはねステージがこれぐらいの高さであとは客席はもう下に地べたに座るようなとこなんですよねでそこで朝まで芸人さんも結構20人ぐらい出たのかな、うん、で企画ライブみたいなのをずっとやるんですよで、えー、やってトイレが1個しかなくて、うん、そこは芸人も お客さんもそのトイレを利用しなきゃいいけないんで,すよ同じでしたっけそうううそそそなんでそこはねでそこはだからあのトイレ休憩を絶対用意しなきゃいけないんですよ、はい、でもまあ芸人さんもいっぱいですし企画ライブでなんかいろんなおぎりやったりとかいろんな企画をやるんですけどで3時ぐらいに1回トイレ休憩をやるっていったら作家の人たちも手伝いに来てるじゃないですかじゃあめちゃくちゃ顔色の悪い女の人があのトイレ行ったんですってはい でトイレ1個しかないからそこは女子が多かったらやっぱり並ぶんですよ。ええ、ででも全然出てこなくてでちょっとスタッフの人が「大丈夫ですか?」って声かけて全然反応なくて「えっ?」っすごい顔色がなかったし倒れてた人はどうしよう、うん、でもトイレも1個やしでも地下のね劇場なんで,なんかで狭いし。 なんかあっても困るしな,みたいな大丈夫ですかでも全然出てこなくてで返事もなくてで休憩時間ももうあの程度知れてるし次の企画とかもあったので,でちょっと僕はあのそれ仕切ってやってたんでどうしますってなってじゃあもうちょっと無理やり開けるしかないんじゃないって言ってで言うてはさみの先みたいなもう無理やりこうガチャガチャってやったら開いてで行ったら誰もいなかったって言<え>うのとかはあったんですよ。 中野のライブハウスオールナイトのオールナイトでねそれ階段ライブとかかだったんですかいやそれは普通のお笑いライブ後々考えたらそんな思いなかったかなって思ったんだけども急にいなくなったから <laughs> そういうことじゃないと思す、ね、いろいろ俺のもやもやする話があったんだけど <laughs> でも本当にあんだけ似てちゃんと何人もがその顔色の悪い女性が入るのを見てるけども何かそういった鍵が鍵がだって,内側,からって、ね、内側からかかってるそうそうそうだから入ってるのはメーカー そこってもちろんその窓があってそこから外に出れるとかでも地下なんでねもう窓もないしもう換気扇一だなんででえっこれ来ていやいないですって芸人の楽屋でもう,うわーってなってでもこれお客さんに言ったらもうパニックになるからこれは言わずにやろうでそのモヤモヤした気持ちをやりながらのあとの2時間ぐらい変な感じのライブでしたよ芸人はテンション上がらないしお客さん眠たいしスタッフはもうずっと怖いしで。 とかありまして、ねはい、で多分ねそんなこともあってで芸人さんってそういうなんか深夜やってるライブとかでちょっと怖い話があったりするじゃないですか、はい、それであなたが「あのー、百物語を語る」みたいなライブを、ね、当時やったシアター D っていう渋谷のもともとあった方ですよあの古い方にねあのー、あっちのセンター街の一番の奥多くですよねでそこでどんな企画かというと、まあ、芸人さん結構出ててで、えー「ろうそくの火を」 1, 1本ずつ消していくと、うん、1> 1つの話が終わったら。でよくある「百物語」が終わった後に何か怖いことが起こるみたいなのがあるからそれを検証しようみたいな検証ライブでもあったんですよ、うんはい、でそれも一般お客さん入っててで結構やっぱみんな怖くてでお客さん多分覚えてると思いますけどななんかなんてゅうのかな。あのー すごい真っ暗の中で本当にこんなテンションで、えー、お客さんぎゅうぎゅうの中で2時3時までやるから結構なんか何て言うのかなパニック状態みたいになるんですよね。一回やったのはあのー、18金って昔コンビがあってそれの大滝さんっていうすげえ怖い顔した芸人さんあのー、<laughs> な,なんだろうなあーまあまあそうう目のギョロっとした背の高い芸人さんがいてその人がなんかテキテキかなんかの話をしたんですよ。うん それがもうめっちゃ臨場感たっぷりにこうやってあの最後下半身になった人がテケテケテケっていくんだよって言った時の顔が怖すぎて一人ギャーって言ってそのまま失神したっていうのがありましたからねそ,<う>でそれでええって一回止めてみたいな、まあ、休憩時間作りましたもんねでそんなもありながらのなんかいろいろあってであのそのライブ自体はまあ100個終わった時に何があったかって特に何があったわけでもなかったけどたまたま終わった時間が4時44分だったっていうのがあったんですよね、うん でその中で話しててうわ怖いなっていう話が、あのー、これ多分ヤルセラの中村さんが言ってたのかなからなんか引用した話とかなんかやってたんですけど渋谷の、あのー、あそこのスクランブル交差点駅前のスクランブル交差点人通りがむちゃくちゃ多いじゃないですか。 で昼間に歩いてたらもう向こう側からこ,こから膝からも血流して結構汚れた格好をして髪の毛もぐしゃぐしゃな女の人が顔色悪い人がバーっと歩いてきてえこんな渋谷のど真ん中であんな顔色悪い人が歩いてんのてえ大丈夫かなあの人って言ったらこの通り過ぎる瞬間にパッと耳元でああ見えてんだって言ってたっていう話があったんです、はい、でうわ怖いなってその話もしてたんですよ、そこで誰かが。 でそこに霊能力者の人もゲストで来てたんですよ、うん、でその霊能力者の人も本物のそういう怖い話みたいなのをやりながらでその話もやっててでその人が言ってたのはなんかこういう怖いことをやるとそういう霊が結構寄ってくるんですよねっていう話をしててでそういうもう臨場感たっぷりでそういう気絶者が出るぐらいのもうなんかぎゅうぎゅうな大変なところじゃないですか。うん でとりあえずライブが4時44分に終わってで、えー、あ終わりましたで楽屋戻ってきたときにその霊能力者さんが「いや実はですね何すか?」ってあのー、渋谷のスクランブル交差点で血だらけになった人とすれ違ったあの怪談話あったじゃないですかあの霊がちょうど来てたんですよえで。 一番奥でその例がもう今でも明確に思ってるけどあのこっち側の、まあ、ステージ側から見て左側の奥にの上の方からその血だらけのその人がずーっとこうやって見てた。 私の話をされててるんだって渋谷でしょ、えー、スクランブル交差点で多分あそこら辺の自爆霊の,その成仏できない有名な霊だと思うんですけどが来て私の話がスーッと来てその話をずっとしててその霊能力者はその人の人がずっと見えてたんですってへえー、でもこの話をもししたらそこだって言うたら多分もうお客さんも結構入ってたんで多分もうパニックになって事件になるぐらいのことだったんでこれは僕の中で止めておいたんですけどうわ怖って。 <え>知らなかったその話それあなたがプロデュースしたライブですよそうですよね、はい、ああの時だから釈迦のお二人も出ていただいてたんです僕だけかなあの時結構ね芸人さん途中で帰っちゃう方もいましたけど、ねうん、総勢20人以上なんか入れ替わり立ち代りこう出てくれてて、うんうん、で最後まで残った人たちはまあ少なかったんですけどまあ一応やり終えたんですねはい,はい終えました最後もまあだから結構まあ無理やり100個つなげた感じもありましたけどもはい、はい、だって僕だけでだって 4,50話した、ね。だいぶ、だいぶそんな話しました?。え?僕。僕一個やったかな?。全然戦力にならなかったんですよ。<laughs> その時はね。いや、まあ、でも、あのー。ただここで繋がりましたから。その話を、その、ね、いつか言おうと思ってて、やっとこのタイミング。すごい。いや、あの時の話で、だから、あの、僕、その、大谷さんも話していたし、うん、っていうところで言うと。あの、百物語。 であの話をしてろうそくを消してで最後、話し終わって真っ暗になったら何かが起こるっていうのを検証しようと、はい、でその途中でさっきおっしゃったようにお客さん一人ねあのちょっとこう気失っちゃう方がいて大竹さんってね「ねあのマトリックスのモーフィアス」っていう <laughs> あれにそっくりな怖い顔した人がいるんですよセンチ以上あって、ね、<laughs> 話もうまいからねうん、うん、すごくそれで、まあ、あのちょっとこう取りつかれたというかやっぱりこう怖すぎて。うんうん 失神してしまう方がいてっていうところもあってちょっとあれなんか本当にやばいんじゃないのっていう空気になってたんですよね。で忘れもしないのが「じゃあ99話目終わりました !100 話目話します!」って言った瞬間にあれね渋谷のセンター街一番奥にあるもう雑居ビルの中なんですけど中まで聞こえるぐらいザーって。 雨が降ってきたんですよね。ああ、そうでしたっけ。うわう<あ>わう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 わわみたいな。急に降ってきたよ、百雨の前に。<ー>で、ちょっとこう、またそれで怖くなって。で、じゃあ。多分、僕が最後だったんですかね。百、うん、雨、いきますねって言ったら、ピタって、その音が止んだんですよ。ああ。その時、僕、なん、なんやろうな。漫画読んでたんかな。<laughs> 多分、舞台上にいるはずですから。い,いました。はい。 なんで最後までそこ一緒にやってたのに<ー>その一番大事なタイミング漫画読んじゃうんですかななんやろ年代なったんかなだから多分らあの忘れてたんですよねでもなんかねなんかいろいろやっぱそういうちょっと不吉なことはあったんですよねあの笑い芸人が集まってるから面白くもあったんだけどもでも照明こんな感じそずっと朝までねで「100話目話します」でピタってやんで「じゃあ話します話しました何も来ないですねじゃあ暗くします」ふー「風前暗」っ真っ暗はい ああそれは覚えてますでやっぱり何か起こるか検証したいから暗くした後とにしばらく多分30秒ぐらいかもしれないですけどちょっとこう何にもない真っ暗なシーンとする時間が終わり「あはい、あ起きないですねじゃあ明るくしてください」って言ったらみんながざわざわし始めて「どうしたんですか?」聞いたらよ「4時44分です」あ<ー>「あっ CCC 不吉ですね」まあただね 朝までのオールナイトライブだから一応5時ぐらいに皆さん帰れるようにやるライブだから、はい、4時44分の終わりっていうのは割とこう予定どおりまあ気持ち悪いとはいえまあまあ予定どおりだと思った,ったら「江戸紫の野村くんですよ」はい、ブルブル震えてて「うん、どうしたの?」って聞いたら「うん、いや俺さいつも遅刻するんだけどだから時計5分進めてるんだ、うん、その時計も4時44分なの」っていう<ー>そこにいたみんなの時計がなぜか4時44分にぐなってた 集約されてた、はあ、その時ね、真っ暗なったでしょ、あの時に僕の中でね、これ絶対全然なって、こうやってたら面白いなって思って、めちゃくちゃ葛藤したの覚えてるんですよ、ただやっちゃうとこのライブがもう台無しになる、ただ絶対ウケるなって、この葛藤があって、島田君のライブの成功を選んだ僕を本当に褒めてもらいたいなっていう。いやいやいや あの時もう,もう危なかったんですよ、もうあとほんの一押しでもうもうすぐ全然行ってたんですよ、本当に人生で初ですけど、ボコボコにぶん殴るか,かもしれないですね、<laughs> お前のことを、ね、本当にあの時はもう,もう危なかったです、危なかった、もうちょいとってたらもうやばかったですもんね、これプロセス僕やってましたら、ね、僕 <laughs>、行ってました、そんな葛藤を持ってた方が、あのクライミングなんかいたなんて、うん、それが今、一番怖いですけど、<や>ただ、その話も怖いけども、そこに実際に。 そのお話に登場した例が来てたっていうのも今初めて知ってやっぱ呼ぶんですってねなんかいろんなこと例えばその4時44分とか雨とか、はい、まあなんかそういうでなんかその周りがみんなの中の妄想も広がっていってもうなんかよくわからないエネルギーがそこに溜まっていくからそういうことになっていくっていうことだと思うんですけどいやあの日何か本当に話が進むにつれてちょっとなんかねえ 集団催人じゃなないけどんかみんながあれ何か起きちゃうかもよってなんか変な感じでこう集中力がグって皆さん研ぎ澄まされていきましたもんね。 それこそなんか昔の寄り合いとかってそうだったらしいですよ。室町時代とかああいう時の寄り合いっていうのはもうこういう中で当時の人たちはスピリチュアルな部分が多かったので、はい、こう喋っててでだんだんそういう感情になっていってなんか違うゾーンに入るみたいなの、うんまあ、昔の日本人はあったらしいですかねだからあの追体験じゃないけど似たようなもんなんですよ狭いところで暗くして夜中まで一つのテーマで怖い話をするっていうのとんかそういう感じだなっていくんですよね。 実はあの僕もそれまたねあのその時の話やっぱ嬉しいですね、はい、なんか当時を知っててっていう同期だと、はい、当時実はあれもあったんだこれもあったんだって答え合わせができてねでもさらにねだって僕20年ぶりにその時知らなかった話を今日聞けたわけですからあまあ僕もそれ<え>あまだあったんだっていうその女の子の話とか知らなかったんで。 であの時実はお客さんの中に、はい、当時まだ高校生だった関根さんの娘さん、はい、アりちゃんもお客さんでいたっていう,<え>うー一番怖い話いですよ <laughs> <laughs> あそうそこでもし霊障なんかあって娘さんに何かあったら <laughs> <ー>僕らも関根に勤さんからもう消されてましたか <laughs> <laughs>、はあ、そこそこで全裸なってから <laughs> 危なかったですね危なかったですね,ですね、はあ、本当にあの の後にお仕事でご一緒したときにや当時、お笑い好きでね、シアターで足運んでて、<う>皆さんのライブ見てたんです、で島川さんのあのライブに私、ってたんです、えー、あんなマニアックなやつに、長くやってるとね、いろんなことが分かってしましいなーっていう話ですけどです、でもそれを隠さずに言ったあの人がすごいですね、はい大体、いたいひた確認しますもんね、そんな言ったななんでだよことが恥ずかしいライブなの、かこれいやいやいや本当にあの今思えばひどいライブだった <laughs>、うん もう終わりですただやっぱりあのー、いいですね一つの怪談話がねその時にいた2人が答え合わせをして新たなものが出てくるってそうそうまたこれも怪談が巡るっていう、うん、お怪談巡りっていう感じに今回なったんじゃないですかねあそう思ってしゃ,しゃべりました <laughs> 何ちょっとうまくまとめようとしたのを見てちょっと引いてるんだよそっちがはい頑張りました <laughs> <laughs> すいませんま。お互いにちょっと大人になったということで。はい。はい